皆さんこんにちは、ひばりです。ねえねえ、ところろんは所沢観光コンシェルジュって知ってる？所沢では所沢の文化や歴史をたくさんの人に PR できるように、所沢観光コンシェルジュという所沢を知り尽くしたプロフェッショナルがいるんだ。今日はそのコンシェルジュさんと一緒に楽しく街を歩いてみよう。それでは出発。ところろん、ひばりちゃん、こちこち。所沢観光コンシェルジュの中村です。山本です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はどんなところを案内してくれるんですか？本日私どもがご案内するルートは、所沢文化と歴史の中心、旧城巡りと、所沢は航空発祥の地であります所沢航空記念公園巡りの2つのコースがあります。本日は所沢文化と歴史の中心、旧城巡りの中から一部を紹介します。それじゃあ行きましょう。イエーイ。はい、ここはね、新光寺っていうお寺なの。今からね、800年前に作られたお寺で、すごく由緒があるお寺なの。それでね、所沢のね、吉祥にもなっているような有名なお寺なの。現在は毎年桜が満開の頃の4月18日に交通安全を願う祭りとして観音祭りが開催されています。ここは桜の名所としても有名な場所で、その時期になりますと非常に多くの人が訪れています。あれ、お腹空いちゃったんだ。ところね、ここね、所沢名物の焼き団子屋さんなの。団子どうかな。所沢は昔から焼き団子の町として知られています。所沢は水源が乏しく、稲作が作れず、畑で採れるおかぼを栽培していたのですが、おかぼは硬くボロボロして美味しくなかったので、団子にして焼いて食べていたことから始まったと言われています。とても昔ながらの素朴な風味が好まれております。ここは所沢の神明社というところです。ここで有名なのは熊手市っていうのがありまして、大晦日の除夜の鐘と同時に元旦も朝までですね、すごく賑わっているところです。それからね、もう一つ所の神社の有名なのは、所沢っていうのは人形の町なんです。ここで人形供養っていうのが行われます。これが6月の第一日曜日にやってるところです。ところろん、上りの立っているお店があるよ。こちらは深井醤油といって、創業が安政の3年、今から160年ほど前なんですけれども、昔からの伝統とそれから手法を用いて今日に至っているお店なんですよ。大きな醤油樽で3ヶ月以上も野菜を醤油で漬けたたまり漬けは、野菜の旨味と山穂醤油の旨味がしっかりと溶け合い、醤油屋だけしか出せないコクのある味は非常に喜ばれております。所沢には歴史や文化を感じることができる場所がたくさんあるんですね。そうなんですよ。今日は所沢の文化と歴史の中心、旧城巡りのほんの一部を紹介いたしました。所沢観光コンシェルジュガイドツアーは、市内外問わずどなたでもお申し込みいただけます。所沢のいいところをぜひ知ってください。お申し込みは商業観光課までお願いします。皆さんもぜひお気軽に所沢観光コンシェルジュガイドツアーにご参加ください。待ってるよ。それじゃあ今日はここまで。またね。バイバイ。